橋の下、山本周五郎。一。練馬場と呼ばれるその広い草原は、城下から北へ二十丁余り行ったところにある。原の北は、西は森と丘に続き、東辺に伊賀の川が流れている。城主が在国の時は、 年に一度そこで武者押しをするため、練馬場と呼ばれるようになったと伝えられている。今一人の若侍がその草原へ入ってきた。月は落ちてしまって見えない。空は一面の星であるが、あたりはまだ真っ暗で、原の南東にある原神寺の森がひどく遠く、 ぼんやりと墨でぼかしたように霞んでいた。少し早かったな。とその若侍はつぶやいた。しかしもうすぐ明けてくるだろう。彼は周囲を眺め空を見上げた。歳は24、5歳で、目鼻立ちのキリッとした顔が寒さのためであろうか。 仮面のようにこわばって白く無表情に見えた。彼は東の空を見やり、それから首を振った。いや、そんなはずはない。と彼はつぶやいた。口はほとんど動かず、誰か他の者がつぶやくように聞こえた。間違えるはずはない。 確かに七つの鐘を聞いて起きたのだ。確かに七つだった。彼は自分を落ち着かせようとして腹に力を入れた。そしてゆっくりと行ったり来たりし始めた。きっちりと履いたわらじの下で凍った土や枯れ草がみしみしときしみ、そこから寒さがはい上がってきた。 寒さは足を這い上って腹に染み通り、体の芯から震えが起こった。彼はまた東の空を見上げたが、そこには朝の気配さえなく、さっきよりは一段と星が明るくなったように思えた。その若侍の落ち着かない動作は、目に見えない何かに追われているか、または、 追いかけているように見えた。白くこわばった顔はこわばったままで感情の激しい動揺を表しているようであり、歩き回る足取りや絶え間なしに左右を見やる目つきには追い詰められた獣が逃げ場を失った時の恐怖に近い絶望といった感じが現れていた。何を今更。 と彼はつぶやいた。もう考える余地はないじゃないか。これでいよいよ蹴りがつくんだ。もう何も思い惑うな。何にも考えるな。腹部から胸の方へと震えが波を打って込み上げ、歯と歯が細かく触れ合った。彼は歯を食いしばり、足に力を込めて歩き回った。 やがて、原神寺で金が鳴り出した。彼は上の空で聞いていたが、ぼんやり七つ数えたので我に返った。七つじゃないか、と彼は言った。捨て金を別にして、確かに七つだった。すると、時を間違えたのか。 家で聞いた時の鐘が七つだと思ったが、それではあれは八つだったのか、と彼は思った。空の模様で見ても今七つが正しいらしい。約束の六つ半まではたっぷり三時間近くある。バカな間違いをした。上がっていたんだな、と彼は思った。 どうしよう。寒さのために震えながら、彼は自分に問いかけた。帰って出直すわけにもいかない。そうはできない。と言って、ここにこうしていれば、体が凍えてしまう。彼は舌打ちをし、両手の指をもんだり擦り合わせたりしながら、川の方へと足を向けた。 自分がどっちへ歩いているのかも知らず、川の岸まで来てようやく気がつき、驚いて立ち止まった。伊賀の川は冬になると水が少なくなる。幅三十軒ばかりの川が半ば以上も乾いて、広くなった河原を細く二筋に分かれた水がうねうねと蛇行しているのだが、 今はそれも凍っており、星明かりの下でかすかに白く、いかにも冷たげに見えていた。岸のところで立ち止まった彼は、何かに目を引かれて、ふと右の川上の方へ振り向いた。およそ三十軒ばかり先に、焚き火のひらしいものが小さく見えた。そのちらちらする火が、 彼の目をとらえたのであろう。彼はちょっとためらっていたが、すぐにそちらへ向かって歩き出した。火は岸の下で燃えていた。水のない貸しの岸寄りで、近づいてみると、そこは度合い橋の下であった。若侍はもっと近づいて行き、そこに人のいるのを見て、河原へ降りた。 焚き火は度合い橋の下で燃えており、その脇で二人の老人が何かしていた。よく見ると一人は男、一人は女で、焚き火には鍋がかけてあった。老人の方でも彼が近づいてくるのを見ていたらしく、彼が立ち止まると穏やかな声で呼びかけた。お見回りでございますか。 いや、と彼は曖昧に口ごもって。老人は彼の様子を眺め、それからまた言った。これからが一番見てる時刻です。よろしかったらこちらへ来てお渡りになりませんか。若侍は迷った。彼らがじきだということが分かったからである。だがそれは、 ただの小敷ではなく、城下では、夫婦小敷といって、数年前からかなり広く知られていたし、彼も幾度か見かけたことがあった。彼らはいつも二人一緒だった。他の小敷とは違って、身なりもさっぱりしており、人の家の勝手口で残った冷や飯やサインをもらう他には、 道端で物乞いをすることもないし、銭などには決して手を出さなかった。人柄も悪くない。何か訳のある夫婦だろう。城下の人たちはそう言って、着古したものなどをわざわざ持って行ってやるものもある。という話を聞いたこともあった。では、と若侍が言った。 邪魔をさせてもらおう。同人はどうぞと言い、かけてある鍋をおろすと、後ろからむしろを取り出して焚き火の脇へ敷いた。むしろは新しいもので、まだ甘酸っぱいようなラの匂いがしていた。若侍は刀を取ってからその上に腰をおろし、 そして周りの様子を眺めた。頭上には度合い橋が屋根になっていた。水の乾いた瓦に座って見上げると驚くほど高いが、それでも屋根の役をすることは確かであった。橋の付け根には石が組んであるが、その石垣と橋桁の間に三尺ほどの隙間があり、 二三の包みの置いてあるのが見えた。おそらくそこが老人たちの寝場所になるのであろう。若い侍はそう思いながらふと目を細くした。そこに置いてある包みの一つから刀の塚が見えたのである。目を止めてみるとそれは紛れもなく刀の塚であった。 同人は焚き火に湯沸かしをかけていた。焚き火には太い枯れ枝を三冊に立て、結び目のところに鍵が下がっている。同人はその鍵へ湯沸かしをかけながら、再女に何か言いつけ、またそれとなく若侍の様子を盗み見ていた。二。あれは刀のようだが、 とやがて若侍が聞いた。ご老人は元武家だったのか。これ、と老人は妻女に言った。お前、もう一眠りするがいい。かゆができたら起こしてやる。それまで横になっておいで。妻女は何かを片付けていた。 立町の国部という材木問屋の主人が亡くなって、夕べつ屋がございました。と老人は若侍に言った。残り物があるから取りに来い、と言われたものですから、ちょうだいに行って、先ほど戻ったところでございます。最女は、口のかけた土瓶と湯のみを二つ、塗りの剥げた盆に乗せて、 老人の脇に置くと、よく聞き取れない挨拶を述べ、石垣と橋との隙間へ、緩慢な動作で這い上がっていった。老人はまた若侍の様子を見た。彼は黒い無紋の袖の羽織を重ねていたが、着物も下着も白であった。寒くはないか。 と老人は振り返って彩女に呼びかけた。襟をよく巻いておくんだぞ。彩女が低い声で何か答え、老人はまた若侍の着物を見た。その白い着物が老人に何事か思い出させたらしい。焚き火に枯れ枝をくべながら、老人はゆっくりとうなずいた。 さよう。私は元侍でございました。と老人は言った。国元は申しかねますが、私までに八代続いた家柄だそうで、その藩主に仕えてからも四代になり、身分も上位の方でございました。老人は土瓶の中を見て、 それから、たぎりはじめた湯沸かしをおろし、土瓶についで二つの湯飲みに茶を入れると、茶と言えるようなものではないが、もし不条と思わなかったら飲んでもらいたい、と言って進めた。若侍は礼を述べて湯飲みを受け取った。その、と若侍が言った。 こんなことを聞いては失礼かもしれないが、老人は静かに遮った。いや、失礼などということはありません。ご覧の通り、成り果てたありさまですから、今さら身の恥を隠すにも及びますまい。それにまた、聞いていただくほどの話もないのです。 若侍は茶をすすり、湯飲みを両手でつかんで、老人の話し出すのを待った。老人は湯沸かしを鍵にかけ、自分の湯飲みを持って、大事そうにすすりながら、ややしばらく黙っていた。さよう、実のところ、申し上げるほどの話ではない。私は四十年ほど前に、 一人の娘のために親しい友を切って、その娘と一緒に出奔しました。つづめて言えば、それだけのことです。同人は茶をすすり、それからゆっくりと続けて。その友達とは、幼年の頃から親しかった。私の方が一つ年下でしたし、 友達の家は価値に過ぎなかったが、二人は兄弟よりも親しかったと言ってもいいでしょう。さよう。一度こんなことがありました。確か、十一か二の時だったでしょう。後に争いの種になった娘のことで、私がひどく怒り、三人で何かしていたのを放り出して、 私だけさっさとそこを立ち去りました。同人は唇に微笑みを浮かべ、さも楽しそうに頭を左へ右へと振って、三人で何をしていたのか、場所がどこだったか、私が何で怒ったのか、今ではすっかり忘れてしまいました。 うろ覚えに落ち葉の音を覚えています。私は落ち葉を踏んで歩いていました。すると間もなく、後ろでも落ち葉の踏む音が聞こえる。その音がずっと私の後からついてくるのです。私はてっきり娘が追ってきたものと思い、振り返ってみると友達でした。 ついてくるな。帰れ。私はそう怒鳴って、もっと急ぎ足に歩き続けたのです。友達はやはりついてきますし、私は二度も三度も怒鳴りました。同人は自分で静かにうなずき、茶を一口すすって。その友達は体も小柄でしたし、 眉は濃いが丸顔で頭が尖っているため握り飯のような格好に見えるのでみんなから黙り結びと呼ばれていました。黙り結び。私にとっては懐かしいあだ名です。彼は口数が少なく普段はごくおとなしいがいざとなると 決して後へは引かぬ性分でした。三度も怒鳴りつけたので、もう帰るかと思うと、やっぱりついてくる。何にも言わずに黙って後ろからついてくるのです。私は振り返ってまた言いました。どうしてついてくるんだすると彼は答えました。 だって友達だもの。老人は口をつぐみ、目をつむってしばらく沈黙した。若侍はそっと老人を見たが、すぐにその目をそらし、両手で持っている湯のみを静かに回した。だって友達だもの。と老人は繰り返し、それからまた続けた。 もし正確に言うなら、二人が兄弟より親しくなったのは、それから後のことだったでしょう。彼は学問もよくできましたし、武芸でもめきめき腕を上げました。十五六の頃から家中の注目を集め、将来抜きんでた出世をするだろうと言われたものです。そして彼もまた、 その施標の正しいことを立証したのですが、同人は焚き火の上から湯沸かしを下ろし、脇にある鍋を取ってかけた。使い古した鉄鍋で元のるは壊れたのだろう。鶴の代わりに麻の細引きがつけてあった。同人は薪をくべ、火の具合を直した。 すると煙が立って、いっとき炎が隠れ、それから急に明るく燃え上がり、炎の先が鍋底を舐めた。私がどんな風だったか、ということは申しますまい。私も私なりにやっておりました。と老人は言った。もし私が彼に嫉妬していたとお考えになるなら、 それは間違っています。私は少しも嫉妬は感じませんでした。ことによるとそれは私の家柄が良く、身分もずっと上だったからかもしれません。私はむしろ彼を尊敬していたと言ってもいいくらいです。いい時代でした。家があり、家族があり、 若さと力を自分で感じることができ、そして良き友達を持っている。さよう、二十一の年まで私はそのように安定した満足な生活に恵まれていました。それが父の死を境にして狂い出したのです。同人は土瓶に湯を継いで、 若侍の方へ差し出した。若侍は首を振り、同人は自分の湯飲みに茶をついだ。つまらない話で、お退屈ではありませんか。いや、伺っています。と若侍が答えた。どうぞ続けてください。父が病死した後、私に、 すぐ縁談が始まりました。と老人は言った。二十一の冬のことですが、私は前からそのつもりでいた娘を自分の嫁にと望みました。娘の家は番頭角で、彼女の歳は十七歳。もちろん当人も私の妻になることを承知していたのです。 しかし、その申し入れは断られました。3. せっかくではあるが、娘はもう婚約した相手があるから、娘の親は仲人にそう言った。そして婚約の相手を聞くと、その友達の名を挙げたのだという。老人はちょっと口をつぐみ、 茶をすすろうとしたが、湯飲みを口まで持っていったまま、それを飲もうとはせずに顔を低くうつむけた。私は友達に会いに行きました。とかなり経ってから老人は続けた。友達は婚約したことを認め、私はカッとなりました。彼は、 私と娘のことをよく知っている。幼い頃から知っているはずです。娘の親に是非と懇毛されたのだそうですが、私と娘のことを知っている以上、断るのが当然ではないか。貴様は人の妻を盗んだ。私はそう言いました。言葉はもっと激しく、 もっと癒しいものだったのです。友達は大層冷静でした。私の怒りをそらし、私をなだめようと努めました。それがかえって私を逆上させたと思うのですが、私は彼に果たし合いを申し入れたのです。老人はうつむいていた顔を上げて、 そして湯のみを脇に置いて、かけてある鍋の蓋を取った。鍋の中から湯気が上がり、香ばしい匂いがあたりに広がった。なだめあぐねた様子で、友達も果たし合いを承知しましたが、彼は腕に自信もあったし、その場になってからでも話し合えると思ったのでしょう。 後で考えるとそう推察できるのですが、結果は逆になりました。老人はそこで言葉を切り、低い声で何か不快なものでも振り捨てるように口早に言った。買い添いもない二人だけの決闘でしたが、私は初立ちで彼の肩を切り、二の立ちで 腰を存分に切りました。もういい。これまでだ。友達は倒れながらそう叫び、私は刀を引きました。私は私で存分にやったと思ったのです。存分に。友達は地面に倒れたまま、私にこう呼びかけました。 人の来ないうちに医者を呼んできてくれ。早く。私は刀に拭いをかけてそこを去ると、娘を呼び出して始終を話しました。そして、そのまま二人で城下を出本したのです。老人は木の尺子で鍋の中をかき混ぜ、それから鍋に蓋をした。 若侍は待っていた。老人は長いため息をつき、片手で後ろ首を揉んで。わずかばかりな金を持っただけで、私たちはすぐに急迫しましたが、自分たちの恋に勝ったという喜びと、若い頃の無分別さとで、ただもうその日その日を夢中で過ごしておりました。 老人はそこでまた、さも楽しそうに首を振った。無分別。さよう。無分別もあながち悪くはありません。一日や二日食事のできないようなことがあっても、帰って二人の愛情を強め、自分たちが恋に勝ったということを確かめるように思えたものです。 もちろん、それは二年か三年しか続きませんでしたが、老人は低い声で笑った。薪を火にくべながら喉でクスクスと笑い、失礼と言って続けた。今この火を見ながら思ったのですが、火を燃やすには薪がなければならない。 薪がなくなれば火は消えてしまう。私たちの場合もそういうことだったのです。人を狂気にさせるほどの恋も、いつかは冷える時が来る。恋を冷えないままにしておくような薪はない。それでも家を持ち、子供が生まれ、生活する能力があれば別でしょう。 私たちにはそれがなかった。高か不高か子も生まれず、職業と言えるものも身につかず、家と決まった住まいを持つこともできなかった。その時ばったりの稼ぎを追って、東へ行き、西へ行き、二年と同じ土地にいたことがない、という暮らしが続いたのです。 出本してから七年目のことですが、と老人は続けて、私たちは一度国元へ帰りました。いっそ名乗り出て、処罰を受けようと思ったのです。しかしそれができなくなった。というのは、三年前に母は死に、加盟も断絶していましたし、私の切った友達は、 生きていたばかりでなく、二百国余りの故障頭に取り立てられていたのです。さよう。存分に切ったと思ったのは誤りで、友達の傷は刺したることもなかったし、かえって家中の同情を集める結果になったようです。これでは名乗って出ることはできません。 彼にそうする勇気があったとしても、世の物笑いの種になるだけで何の意味もないからです。私たちはすぐにそこを去りました。妻をその実家へ帰らせることも不可能であった。妻にはもとよりそんな気持ちはない。そのくらいなら自害をする。と妻は言った。 こうしてまた二人は放浪生活に戻ったのだが、お互いの気持ちは前よりも悪くなった。価値に過ぎなかった友達が二百国余りの故障頭になっていたこと。大層藩主に目をかけられているので、将来さらに出世をするだろうこと。老職の家から妻を迎え、 すでに一男一女の子があることなどが、二人の気持ちに深い傷跡を残したのである。あの時、自分さえ出しゃばらなければ、妻は今彼を夫にし、家中の人たちの先望と尊敬の中で安穏な生活ができたのだ。老人はそう思ったし、老人の妻は、 またこう思った。この人をこんなに落泊させたのは私の責任だ。この罪を償うことはできない。そして二人はかの友達を憎んだ。彼さえいなければよかったのである。二人は幼い頃から互いに付き合っていたし、成長してもその愛情は変わらなかった。 身分に少し差はあったが、結婚が許されないほどの差ではなかった。かの友達さえいなければ、二人は一緒になれたであろうし、家柄と身分とで平安な生活ができたことだろう。二人をこのような不幸に追いやったのは、かの男である。憎むべきは、かの男だ。 友達を憎むことが、一時私どもの愛情をかきたてたようでした。と老人は首を振りながら言った。しかし、それも長くは続かなかった。憎悪という感情の中には、人間は長く住めないもののようです。そしてまた、 その日その日の稼ぎに追われる生活では、どんな感情もすり減ってしまうのでしょう。さよう。あとは申すまでもありません。四十の年を越すと間もなく、私は左足の痛風で力仕事ができなくなり、それ以来ずっと小敷暮らしをしてまいりました。その時、 原神寺の鐘が鳴り出した。若侍はきっと顔を上げ、鐘の音に連れてその数だけ持っている湯のみを指で叩いた。気がつくと東の空が白んでおり、金は六つであった。老人は若侍の顔を見やり、それから吐いきをして、 自分にうなずいた。四。この橋の下には人間の生活はありません。と老人は静かに話を続けてこういうところで寝起きするようになってからの私は死んだも同然です。橋の上とこことは全く世界が違いますが、 それでも私には、橋の上の出来事を見たり聞いたりすることはできます。世間の人たちは、こじきに気を兼ねたりはしませんし、もうこちらにも世間的な欲や見えはない。ですから、どんなこともそのままに見、そのままに聞くことができます。いいものです。 ここから見る景色は、恋も過ちも誇りや怒りや、悲しみや苦しみさえも、いいものに見えます。同人は、また鍋の蓋を取り、杓子で中のものをかき混ぜた。前よりも濃い湯気が立ち、何かの煮える香ばしい匂いが、 前よりも強くあたりに広がった。この足が痛風にかかり、小じきをして回るようになってから、私はしばしばあの時のことを考えるようになりました。老人は鍋に蓋をし、ため息をついていった。果たし合いを挑むほかにやり方はなかったろうか。 どうしても娘を自分のものにしなければならなかったのだろうか。少年の時、怒って立ち去る私の後から、友達は黙ってついてきました。私が帰れと怒鳴っても、やはり辛抱強くついてきて、そうして友達だからと言いました。だって友達だから、 老人は神戸を垂れ、垂れた神戸を左へ右へと揺り動かした。焚き火の明かりを受けても、もう光を見せなくなった灰色の薄い髪の毛が、乾いたまま心もとなく揺れた。老人は薪をくべ、長いため息をついて静かに頭を上げた。 あの時、友達のところへ行く前に、茶を一杯すするだけでも、考えが変わったかもしれない。堀りを歩くとか、絵を眺めるとか、ほんのちょっと気を沈めてからにすれば、事情は全く変わっていたかもしれません。そうでなくとも、あの少年時代の、 後ろからついてくる足音、落ち葉を踏みながらついてきた足音や、友達の言ったあの言葉を思い出すだけでもよかったのです。老人はどこを見るともない目つきで、開けてくる河原の向こうを見守った。過ちのない人生というやつは味気ないものです。 心に何の傷も持たない人間がつまらないように、生きている以上、つまずいたり転んだり、失敗を繰り返したりするのが自然です。そうして人間らしく成長するのでしょうが、しなくても済む過ち、取り返しのつかない過ちは避ける方がいい。私が果たし合いを挑んだ気持ちは、 のっぴきならぬと思い詰めたからのようです。だが、本当にのっぴきならぬことだったでしょうか娘一人を失うか得るかが、命をかけるほど重大なことだったでしょうかさよう。私にとっては重大だったのでしょう。仮名も親も忘れるほど思い詰め、 果たし合いの結果がどうなるかを考えるゆとりさえなかったのですから。どんなに重大だと思うことも、時が経ってみるとそれほどではなくなるものです。と老人は言った。家電の刀一振りと親たちの位牌だけ持って、人の家の裏に立って職をこい。 洞穴や橋の下で寝起きをしながら、それでもなお私は生きておりますし、これはこれでまた味わいもあります。そして、こういう境界から振り返ってみると、何一つ重大なことはなかったと思うのです。恋の冷える時間はごく短いものでしたし、 友の出世もさしたることではない。友達はその後、さらに出世をしたでしょう。ことによると、上大画廊になったかもしれませんが、今の私には、羨む気持ちもなし、特に祝う気持ちもない。ただ一つ、思い出すたびに心が痛むのは、あの果たし合いで、 友を切ったことです。これまでだ。人の来ないうちに医者を呼んでくれ。友達が倒れながらそう叫んだ声が、年をとるに従って、次第にはっきりと耳によみがえってくるようになりました。おそらく友達は表沙汰にならぬように、 ことの始末をしようと思ったのでしょう。さよう。私にとっては、この一つだけが、言えることのない傷口になりましたし、出世をしたのが友達であり、自分がこのようになり果てたことを、今ではありがたいとさえ思っているくらいです。 石垣の上の隙間で、妻女が身動きをし、何かブツブツとつぶやくのが聞こえた。うるさくって眠れない、と言っているらしい。老人はちょっと振り返ったが、すぐに向き直って、焚き火の具合を直した。長話をして、さぞご迷惑だったでしょう。と老人が、 穏やかな目で若侍を見た。茶をもう一ついかがですかいただきましょう。と若侍が答えた。しかし、声が喉でかすれたので、彼はもう一度繰り返した。ええ、いただきます。同人は、火のそばに置いてあった湯沸かしを取り、 手で触ってみてからゆっくりと茶を入れた。失礼ですが、と若侍は湯飲みを受け取りながら声を潜めて聞いた。あれがあの時のご歳女ですか老人は首を振った。否定したのかと見えたが、老人は首を振りながら言った。 そうです。あれが今申し上げた妻です。前にはしばしばそうでなければと思ったものですが、今ではそんなことさえ気にならなくなりました。さよう。あれが命を懸けて得た私の妻です。若侍は河原の方を見て、河原には もやが立っていた。明るくなった空の光を含んで、もやは帯のように筋をなし、凍った流れの上を緩やかに、ほとんど動くとは見えないほど緩やかに、川下の方へと動いていた。いかがでございますかと老人が鍋の方へ手を振りながら言った。 わわのかゆですが、所詮をお口には合わぬでしょうが、もし不情とお思いにならなかったら、人は召し上がっていらっしゃいませんか。頂戴したいが、と言って若侍は湯呑みを下に置いて、人と会う約束がしてあるので、また次のことにいたしましょう。 そして彼は立ち上がり、刀を持って老人に振り返った。今度はゆっくりお話を伺いたい。席を設けますが、来てくださいますか。いや、と老人は微笑した。おぼし飯は片付けないが、この五条家には少し長くお世話になりすぎました。 実は今日にもここを立とうと思っていたところです。お立ちになる。一ところに長くいると、その土地の情が移ります。と老人は言った。人にも町にも、川にも草木にも、路傍の石ころにさえ、離れ難い思いがしてくるものです。 いや、この五条下には少し長く居すぎました。もう追いとまをしなければならないと思います。五。若侍は刀を腰に刺しながら、いかにも心残りらしく言った。ではせめて今夜だけでもここにいてくれませんか。 私だけではなく、私の友人も一緒に、もう一度お話を伺いたいのですが、老人は微笑した。もう若侍の白小族には目もくれず、何やら楽しいことでもあるかのように微笑し、二度三度とうなずきながら、穏やかな声で言った。ではそういたしましょう。 きっとですかそういたしましょう。と老人は言った。若侍は老人の目を見つめた。この人は言ってしまうな、と彼は思った。老人は微笑しながら見返していた。若侍は礼を述べてそこを出て行き、 岸の上へ上がった。東の方に遠く、林藩との境をなすイカ山が見え、その上に広がっている棚雲が金錆色に染まっていた。若侍は岸に立って橋を眺め、橋の下を見合った。あたりはもうすっかり明るいが、橋の下は暗く、 ひっそりとしていた。ここは全く別の世界です。老人はそう言った。確かに岸を歩く者も橋の上を通る者もそこに人が住んでいるなどとは気づきもしないし、たとえ気づいたにしても何の関心を持つこともないだろう。 今まで老人と語り合った彼でさえ、岸の上に上がってみると、目の先にある底がはるかに遠く、焚き火の火や老人の姿や、茶をすすったことまでが、まるで現実のことではないように感じられるのであった。怒りや悲しみや苦しみさえもいいものです。と若侍は呟いた。 いいものです彼は自分が変わったことに気づいたようだ。彼の顔は和やかになり、その目には謙遜な温かい光が現れている。彼は唇に微笑みを浮かべ、そうして口の中で暗唱するようにつぶやいた。心に傷を持たない人間がつまらないように、 過ちのない人生は味気ないものだ。彼はイカ山の方へ目をあげた。棚雲は明るいボタン色に染まり、その上空は朝木色にぼかされていた。彼は深く胸いっぱいに呼吸をし、もう一度橋の下を見た。 そこはまだ暗く、ひっそりと人の気配もなく、ただ青白い煙だけが、薄く静かに河原の方へとなびいていた。若侍は、その景色をしっかり覚えておこうとでもするように、ややしばらく見守っていたが、やがて向き直ると、練馬場の方へと歩き出した。 その広い草原にもモヤが立っていた。モヤは地上二尺ほどのところを一面に覆い、それとは見えないほどゆっくりと濃淡の筋をなして揺れ動いてい歩いて行く足の下で霜柱の砕ける心よい音がした。彼は自分が温められているのを感じ、 少しばかりソワソワした。空腹の後で温かい汁気たっぷりなうまい食事をしたような豊かさと満足感に満たされ、その感じを早く人に伝えたいという気持ちでワクワクした。もう黒言だろう、と彼は歩きながらつぶやいた。まだ来ていないようだな。 彼は向こうを見ながら立ち止まった。原神寺の森が薄墨で描いたように見え、広い草原には人の影もなかった。彼はちょっと迷い、それからまた歩き出したが、すぐに向こうから人の来るのを認めた。一人の若侍が、 原神寺の土塀を回って現れ、大股にこちらへ歩み寄ってきた。おーいと彼は手を挙げた。向こうの若侍は立ち止まり、こちらを見るとくるっと羽織を脱いだ。下は白自宅で手早く刀の下げを外し、 それをたすきにかけて。待ってくれとこちらの若侍は叫んだ。話すことがある。待ってくれ彼は腰から両刀を取り、さやのまま右腕に抱えて走り出した。向こうの若侍は不審そうにこちらを見た。 たすきをかけた手の片方は脇、片方は肩のところで下げようをつかんだまま止め、厳しい目つきでこちらを睨んだ。走ってゆく彼のすねのあたりで、もやが尾を引くように巻き立ったが、彼が走りすぎるとすぐに沈まった。彼は相手のところへ駆け寄り、 右の脇に抱えた両刀を見せながら何か言った。遠いので言葉は聞こえないが、彼は熱心に話していい、相手の厳しい顔つきがほぐれた。その時、雲の間から日が横さまに差して、相手の若侍のたくましい顔を赤く染めた。 その若侍は大きくうなずき、手を伸ばしてこちらの若侍の肩を叩たたいた。こちらの若侍は勇ましく抵当し、相手は笑いながら首を振って、今かけたたすきを外し、羽織を拾い上げた。日が差し始めるとともに、もやはにわかに膨れて、 地面から浮き上がりながら薄くなり、彼ら二人の姿を包んでしまった。そうして、そのもやがさらに薄れてゆき、明るい日光が草原いっぱいに溢れた時には、もう彼ら二人はそこにはいなかった。<music>